どんどん行こう、どんどん行こう、もっともっと、もっと、もっと、オッケー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 、会心の一撃だすごい、なんだったらこれさ、削り切りもできたね、全然。圧倒的火力によるゴリ押しで 12,500 削り切りましたすごい、さすがジャミプリだわ。さあ、前回偉業を成したねジャミプリなんですけども、まあどっちかというとあれはスラリンガルも超頑張ってたねあれはスラリンガルも頑張ってたんじゃないかなと思うんですけど、やってきたのはゲームセンターショートパンツのところです。はい、ということでジャミプリがいかに強いかを思い知らせるためにゲームセンターで10連勝、もうこれはね正直言います、あのね10連勝することはねマスト、必然なんですよ。それでは選手入場です。天かける竜の剣技、聖堂の盾、三河市の服、合計回チーズ 30% 超えの、ね、勇者爆弾、行きましょうそしてお供に、ジャミプリいや、もうこのね、Wi-Fi でね、流行ったチーム、その2ですよ。これを止めれるもんなら止めてみろ。いやー、Wi-Fi で流行ったといえばね、まあ結構な再生数を誇りました。まあ、低評価もね、たくさん誇りました。あのチームがあるんですけども、このチームも負けず劣らずかなりの強さを誇ってます。こっちは火力型だね。あっちは勇気を貯めて2ターンでさ、勇気貯めるっていうタイプの、まあ、インチキじゃないですか。こっちは火力のインチキというやつですね。天かける竜の剣技、早速ね、行きました！大きい当てましたよく当てたな。よく当てたな、本当に、今の。はい、ボストロールに、ボストロールに狙えと言ってるだろうが。避けられるから、そうやって。まあ、だがね、しかし、女神がありますよ、こっちには。こっちには女神があるんでね。はい、ボストロールはよく燃えるんだ。よく見たらお前ら魔法魔法じゃねえか。魔法魔法か。まあ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 、回復してね、なんかね、遊んでいますけどもね。こっちの火力を上回れるかな、その回復量でね。はい、火力高え360とか出てるもんな。さあ、ビビリギリが、うい、うい、避けますよ。あ、避けません。避けな、僧侶、向こうの僧侶、回避率何パーやねんって話なんだけどな。まあまあまあ、これもね、そんなにね、大したことにならないです。ガードです。で、つばぜり合いを仕掛けるのは、ここはマストですね。2ターン目の。2ターン目のつばぜり合いは、CPU 戦においては2ターン目のつばぜり合いが基本的になってくるんで、ここは初対ですね。すり負けてしまったー、なんでなんと、すり負けてしまいました。これは恐るべき事態が起こります。嘘でしょ？いや、そんなことはない。そんなことはねえ。そんなバカな。そんなバカなことはあり得る？え、俺、黄色マックスで止めたよ。黄色マックスで止めて連打もしたよ。すり負けるってことある？そんな、バカなことある？いや、ここからね、怒涛の火力でね、相手を粉砕すればいいだけだ。行くぞ！邪悪な本性を、剥き出しにする！行くぞ！ワン、ツー、セー、はい！いいね！素直にね、火力で攻めていってやればね、こんな恐るに足らずです。行きましょう！火力で押します。つまずり合いで負けたとしても別にね、こっちは火力で押しちゃえばいい話ですよ。簡単な話じゃないですか。行くぞ！それができんのが、ジャミプリだ！ 426！ いいダメージでんね。さあ、相手がチキチキし始めました。その回復量を上回る攻撃を見せてやるよ。圧倒的パワー。行くぞ！アマクギル竜の剣技、よっしゃー !368！ もう一回甘かけるあ、竜の剣技、オッケー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 、
この圧倒的火力にね、耐えられるかな。耐えられないだろうな。さあ、メアミだ。いいぞ。えい。えい。えい。オッケー。三鏡裁判官が持ってんのは。あ、ベホイミされたな。おい、チキチキしてんな。そんなチキチキ戦法で勝てると思ってんのか。本来はそれね、勇気のために押せんだぞ。ん？ああ、よかった。戦いになるか。おお、これ、ここでヒゲジジイの違うヒゲジジイでしたらどうしようかと思ったわ。遅い。もうテンション上げるのも遅いわ。このターンに葬り去ってくれる。まさか。あ、まあまあまあ、スーパーハイテンションはね、あの、会心が出ないからね。あ、避けます。避けます。一気にご利用しましょう。最終奥義ファイナルブロー行くぜ。うおご利用したなー。さあ、2戦目ですよ。まあ、この辺りでね、足踏みをしているわけはいきません。さっき思いっきり足踏みしたような気がするんだけど。さっきさ、明らかに足踏みした気がするわ。びっくりしたわ。もうどうしようかと思った。勇気たまってパッチョ食らったら。ね。まあ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 、こんなのね、ひとひねりにしてやりますよ。こんな相手ひとひねりにしてやりましょうよ。メラミでよく燃えそうなやつがいますからね。いきましょう。炎が弾丸のように襲いかかるメラミ。はい、よいしょ。うわー、お化けキノコだ。やっぱ燃えるわー。頭突きで素直に来てくれる分にはありがたい。あ、それ痛恨かもしんない、でも。あ、大丈夫だ。ジャミは打撃耐性もあるんでね、硬いっすよ。エビルプリーストがね、打撃耐性ないんで、穴なんすよね。だから、主人公のおしゃれ着で、エビルプリーストより、打撃に弱くしないといけないんですよね。まあまあ、真空破壊の仕方ない。にしても避けねえな、主人公。まあ 30% だからな。雨かける竜の剣技 !300弱出てんの。これが2回なの。やばいって。やばいな、これは。よし、2ターンキル決めよう。2ターンキルしてやるぞ。このままいけば2ターンキルも夢ではない。やばすぎる。火力が高すぎる。アマかける竜の剣技だ。行くぜ。あー、ちょっと待って待って待って。相手にほとんど何もさせてないんだけど。完封してしまってんだよ。うい、行くぜ。あは。ひで。お次はね、メラゾーマの魔法使いです。メラゾーマか、ちょっと相性悪いな、そう考えると。で、性能の盾きっちりちゃっかり持ってるから、まあ、ロデオクラッシュするか。メラミ効かなさそうだな。まあ、メラミ効かないだろうね。まあ、ただ、雨かける竜の剣技でゴリゴリ削っていく気満々なんでね、こっちは。いきます。雨かける竜の剣技、会心の一撃だ !513。えげつないんだって、それ。いくぞ。はい、鬼面同士はよく避けるモンスターだから、ちょっと怖いんだけどね。まあ、攻撃当てた分のリターンもでかい。あー、ドルマはダメだね。勇者狙われるね。勇者狙い撃ちだね。あれ、ジャミに行った。珍しい。あ、珍しいね。それは。どうした、どうした、ホステビル。調子悪いんか。調子悪いそうだな。いくぞ。はい。あー、でも意外と279ってことはそこそこ出るのか。さあ、相手をメラミ返し。まあ、メラミ返しだったらそんな食らわないですよ。121に抑えるエビルプリースト。そう、行くぞ。必殺ロデオクラッシュ !1、2、3、はい、イエーイ、ウーイ、オッケー。おっと、これもまた2ターンキルの予想か。2ターンキルの予想が出てくるぞ。これまた2ターンキルできそう。じゃあ2ターンキルしちゃいましょうかね。じゃあ2ターンキルしちゃいますよ。やばい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 。2ターン、相手を2ターンで抑える。もう。
やばい、終わる終わる。最終奥義、ファイナルブローを受けてみよう。行くぜ、俺行くぜ。ちょっと待ってよ。止めてくれ誰か、このチーム。ゾンビパウダーだ。ゾンビパウダーだね。さあ、ルンルンです。ゾンビパウダーです。まあ、簡単に言えば。まあ、よく燃えそうなんでね。やっぱりここも基本的な戦術で行きましょう。向こうはね、メラミを避けようとしたらね、天かける竜の剣技を食らえ。天かける竜の剣技を避けようとしたらね、メラミが飛んでくるんでね、防ぎようがないんですよ、要は。この超火力。はい、天かける竜の剣技320。まだまだ行くぜー。これおかしいって。おー、くそ、腐った下に行ったか。おっと、来ました、ゾンビパウダー。クモツかな。ジルって、バカがジルになってんだよ、これ。腐った下がすげえ稼いだし、もう、サロンのほうが多いんだもん、いちいち。うん、そうか、来たんだ、ほら、カーフ食ったバーサーだから、あー、美味しかったねんだよ。呪われなきゃってこいね。呪われなかった。オッケー、大丈夫。呪われてないなら大丈夫だ。さあ、ダメージです。圧倒的優位に立つのはどっちかな？行きましょう。はい。うわぁ !371 はやばいなぁ。さあ、エビ、エビ、行くぞ。はい、よいしょ、402。さっとギガテインで持ちますか。さあ、ツータギルしますよ。ツータギルしちゃいますよ。ここまでの4000なんてね、流れるように終わるよ。ここまでの4000すごいな。流れるように4000が終わっていく。まあ、最終奥義しちゃうのは仕方ない。まあ、ちゃんと当たりくれればね。それ相応のダメージが出る。バサカ受けたか。まあまあ、メラミでもう終わりです。おっと必殺ロードをクラッシュ、ワン、ツー、スリー、よいしょー、よいしょー。会心でよった。さあ、5戦目です。ここからが本番と言っても過言ではないですね。で、5戦目がですね、まあ、これなんですよ。ちょっと相性悪いな。ちょっと相性悪いな。ワンチャン巻きが見えるのがちょっと怖い。さあ、折り返しの5戦目です。まあまあまあ、どうだろうな。メタルキングの盾持ってるのがね、厄介だな。天かける竜の剣技も決して会心率がね、低い技じゃないんで、ガードされる可能性は非常にあります。ドデオクラッシュも会心出やすいしね。あ、そっちに座れちゃうと、あーってなるね。さあ、天かける竜の剣技と、まあでもね、私たちはね、ご両親としかできないんで。185!さすがにメタルの王様勝てえな。さあ、アムゲル竜の剣技、それがガードされる。ガードされるよな。そうなんだよな。主人公に言ったらほぼほぼガードされるって考えた方がいいよ。ちょっとね、怪しいな。あ、いいね、いいよけ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 。メタストライクは通行が出やすい。まあでもガードとか避けるもあるからね、こっちは。ナイスガード、ガードガードガード。さあ、これはなかなかね、とどめる戦いなんじゃねえか。また今度は潰せる勝たないとダメかな、さすがに。お、当たった、オッケー、通常当たり。よいしょ、オッケー。大丈夫、大丈夫、大丈夫。通常当たりなら大丈夫。通常当たりじゃないとダメだから、というか。高速切り。お、ジャミ避けました。 16% の回避速攻でね、発揮していくわけですよ。オッケー、オッケー、オッケー。邪悪な本性を打って、んで、いけ！ハグネメタルに邪悪な本性ぶつけんじゃねえ！ 113 じゃあ、ここでつばぜですね。これはね、2ターンキルはさすがに無理だわ。このチームに2ターンキル決めるのは無理があるわ。よっしゃ、オッケー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 。1戦目の何かの間違いだ。1戦目の何かの間違いだろう、きっと。メラミ言ったけど大丈夫か、お前。主人公に打てよ。それ主人公に打ってよ、頼むよ。はい、オッケー。主人公に打ったね。さすが、ジャミ賢い。ジャミは賢い。本当に怖いわ、メラミとか選択されてると。メタルボム結構威力高いよ。これはね、まあでも、言うて、翼で勝ったのがすごくでかくて。いやー
つばぜり合い勝ったのはやっぱでかくって、ちょっと待って、お前ら、メラミ打ちで、メラミ打ち始めたんだけど、大丈夫かな、こいつら。行くぜ、誰に言ってんだよ、はぐれメタルか。はぐれメタルに打ち寄って。はぐれメタルなんぞに打ち寄ってよ。リーサルで打った方が良かったかな、ギガデイン。さあ、来てましたね、ヒットアンダーウェイ。これは特技だから避けるしかないね。はい、避けました。オッケー。こっちも回避率には自信があるんでね。まあ、ワンターンキルとかツーターンキルとかはね、もうこいつらにはもう絶対通じないだろうけど、それでもよ。圧倒的な。あー、まあ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 、まあ、いいんじゃない？いいんじゃない？ファイナルブローで。うん。あんま効かないけど。まあ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 。これ打撃を選んでいくのは賢い。ちゃんとした。高速切りね。はいはい。あ、エビーレプレッソに行ったのか。そうか、戦車どこにでも行くからな。いてー。メラミか。これ主人公に当てればいいんだけどね、ちゃんと。ジャミ賢いから大丈夫だろ、お前。お前自覚がある。はい、せーの。はい！たははどこにも、誰もいねえよ、そこ。はい、次。はい、メラミ。お前も自覚がある。はい！オッケー、当たったー。自覚の問題か、これ、基本的に。